孫から話を聞いた。怪我はないか？細かいこと気にすんだな。万全の状態のお前を叩き潰さないと戦う意味がない。ボロボロのお前に勝っても約束を守ってもらえないかもしれないからな。母親の仇の正体を教えてもらう約束だからな。そのやつ余計なことを。でも話はできすぎだとは思わねえのか？仁岡がまともに約束を果たすとは俺には思えねえ。関係ない。もしデタラメなら仁岡組長を殺すだけだ。でもそれじゃあお前、マーマの仇は必ずぶち殺す。だがな、俺が戦う理由はそれだけじゃない。何？お前は俺の野望のための生贄にする。お前を倒して俺自身の目的を果たしたら、仁岡組長と組んでドラゴンヒートをこの手に収めるんだ。俺はカムロ町のマフィアを仕切る。全てを手に入れる。トップに立つ。そのためにお前を倒して。なんだよそれ。なんだ？敵討ちついでに野望も達成てか。笑わせんな。何を？そうか、分かった分かった。でも俺もお前には聞きてえことが山ほどある。試合が終わってからきちんと喋れるくらいの体力は残しておいてくれよ。対戦相手の蝶は強いわよ。鬼気迫る戦いで3戦3勝。全ての対戦相手は再起不能の重傷。前回のファイトなんてレフェリーごと半殺しよ。リング上で見せるギラギラした殺気はまるでここに来たばかりのあなたみたい。またそれか。そんなに俺に似てんのか？今はそんなことないよ。でも。でも強さは殺気と関係ないって分かってきてるでしょ。ああ、でも気合までは抜けちゃいねえぜ。気をつけてよ。この勝負、蝶にもいろいろ事情があるみてえだからな。事情？どんな？自分の母親殺しの犯人探し、あとこのドラゴンヒートを乗っ取るんだとさ。え？まあいろいろと考えてるみてえだな。でもなんか違うんだよ。何が？蝶の気持ちもわかる。でも母親の敵討ちとドラゴンヒートを乗っ取ること、なんかそのやつの狙いがいまいちピンとこねえっつうか。おっさんよ、アドバイスは？ない。なんだ冷てえな。オンザヘッド。もう誰もこいつを止められないのか。ドラゴンヒート破竹の6連勝。カムロの巨竜ウキョー達也。オンザテイル。今宵竜を喰らいて覇王となるか。カムロの孤高なる狼コロカイボス超コーメ。さあ右京達也、この戦いに勝利し連勝記録を伸ばすことができるのか。それとも超孔明が勝利しドラゴンヒートの新たなスターとして君臨することになるのか。地平戸の上を這いずり回らせてやる。俺も負けるわけにはいかねえんだよ。